しもし、またあなた？勘弁してよ、これで3回目。高級掃除機がもらえる最初で最後の機会？興味ないから、嫌がらせはやめて。セクシュアルハラスメントは、誰かについて、または誰かへの性的な発言やジェスチャーで傷つけ、脅したり、性的な噂をメッセージやネット上などで広める行為だよ。公共の場に性的なメッセージを書く、不適切な性的画像や動画を見せる、わざと誰かを性的に触る、掴む、裸の写真を送るように頼む、誰かの服を引っ張る、わざと体を押し付けることを含むよ。自分を責めないで。君の服装や言動をハラスメントの原因にするような考えは許されない。ハラスメントをする人にやめるように言おう。その行為は嫌だと伝えるんだ。やめない場合は無視しないようにしてね。無視しても相手はやめないこともある。信頼できる大人に話そう。早く話せば早く解決する。何をされたか記録しておこう。法的な措置を取るときに役立つよ。ハラスメントをしていい権利は誰にもないということを覚えておいてね。また次回まで、アメイズ.org や YouTube で他の動画も見てみてね。またね。